はい、録画。こんにちは、TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今回はですね、サウザンドトリックチャレンジのマニュアル編で攻めていこうと思います。で、まあ、あのボックストリックはいっぱいありすぎて、3項目で分けることにしました。まあ、その一つがマニュアル編 でもう一つがまあベーシック編みたいな、で最後に複合編みたいな感じでやっていこうと思うんで、今回はそのマニュアル編です。現在、477トリックメイクしてます。R で335個、フラットで142個で、レールで71メイクしてます。でね、前回のね、レール編がね、やっぱ100超えられなかったんで、今回かなりきついです。で多分ね、マニュアルトリックで50ぐらいしか出ないんじゃないかなと思ってるんですよね。なのでちょっとね、今回マニュアル編も少し頑張っていっぱいメイクしていこうかなと思います。それではサウザンドトリックチャレンジのマニュアル編いってみましょう。
はい、というわけで、サウザンドトリックチャレンジのマニュアル編でした。今回はね、71個、なんとレールと一緒でね、マニュアルの難しいとこってね、うちのボックス3m60なんですけど、ちょっとね、そのもうワンブロックあったら耐えれるみたいなところが、その耐えれなかったり、だから短ければいい時もあるし、長い時の方がいい場合もあるしみたいな、耐えれないトリックは短い方がいいんですけど、もうめっちゃね、耐えれる技はもう最初バーン回して乗って、その耐えてからおおお算数作ってポンみたいな、短いとね難しいっていう、そういうお話でした。で、残すところが、ボックストリックのベーシック編と、ボックストリックの複合編と、あとはね、移植トリックをなんか手で持ったりとか、ノーゴンプライとか、そういう感じのを、あと3種目あるんで、というわけでね、もうそろそろ営業時間なんで、もう3時間、なんだかんだで4時間ぐらいやったのかな4時間やって71トリックっていう、なかなか難しいところなんですけど、というわけでね、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。以上 TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。疲れた。